はい、二重のみゆきハッピーありがとうございます。どうでした、ママさん瞳の生歌聞いて。感動です。あ、本当ですか。すごい、もうなんか違いますね、やっぱり、はい、いやいやいや、自分で歌って、やっぱりなんか素敵だと思いました。ありがとうございます。言葉の歌詞の語尾の歌い回しとかがめちゃめちゃ仕上がってるというか、瞳節が出てて、すごいなと思ったな。キュッと上げるとことキュッて下げるとこがさすがだなと思ってた。自分の曲にもある感じなんでしょうね。あ、そうか。うん、その感じが、うん、いつも A ネーションでよくステージでリハとかしててるんだけど、俺その時に結構いろんな人のリハ見てるのね。あ、そうすると瞳はそのステージの環境というかモニター周りとかすごい一番ねしっかり作ってたんでね。あのモニター環境最強に作るよね。そうです ねモニターでも結城さんも作りますよね。まあ、うちは、まあ、ダンサーもいるからいろいろとさ時間前だけど、うん、すごいしっかりと作ってるなってすごい感じてたな、はいはい、そうですね。でもだいぶいろいろとむっちゃやりやすくなって、うん、今年なんか年末にはこう入る前に、はい、あの初めてオーケストラで歌ったりとか、はい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 、本当にこう弦、はい、ストリングス、はい、ストリングス入れてのが、はい、もうなんかああいう感じが最近むちゃくちゃ気持ちよくって、うん、でバンドサウンドも、はい、まあ、好きなんですけど、うん、やっぱストリングス系も本当気持ちいいですね。小室さんの曲は特に。あ、そうなんだ。はい、もうバイマイセルフとか最高ですね。ああ、いいね。歌ったことなかったんですよ。逆にあれ弦入ってると思うんですね、あのレコーディングの中で。はい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 、だけど、うん、あの当時は、うん、そういう歌い方を全然したことがなかったので、そうかそうかそうか、もう今ここに来てそういうお仕事いただいて、はい、もう最高にありがたいなと。やっぱりそこでなんかその自分の声とか歌声とかもう歌い続けてきたその楽曲をなんかそういうまた違った形で出していく嬉しさというか、それがね感じられるのはいいよね、はい、だからなんかやっぱり音楽って、はい、TRF さんもそうだと思うんですけど、うんうん、もうなんかいかにこう楽しめるかっていうか遊べるかみたいのがあるから、うん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 、本当にその音環境も、まあ、もちろん作り込むのも大事なんですけど、はいはい、でも最近は乗っからせてもらって楽しんでるんで。あ、それは分かります。自分のフィールドじゃないところで違うフィールドに入って歌わせてもらう、うん、で昔はそれがちょっと抵抗あったんだけど、ま、今はなんか乗っかるのが楽しいんですよ。全く一緒。あ、そうですか。そう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 、うん、その垣根っていうのは必ずあって、向こうは向こうの、そっちはアウェーなんでこっちがホームなんでっていう考え方だったんだけど、うん、いざやってみると、はいはい、まあ、時代のなんだろうな、あのターンもあったりして、うん、心地よかったりウェルカムしてくれるんでね。あ、してくれます、してくれます。そうそう、あとはこういう風にしてくれちゃうんだっていうアレンジの変化とかも面白いんですよね、うん、逆になんか自分たちの感覚の中だけだと決まりきったものしかできないから、うん、そうじゃなくてなんか違うものを提供してもらうことで新しい、そう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 、ね、音楽が生まれるというか。そこだよ ね、 ね。じゃあもうあの2022年はさらになんかそういうことも、はい、もう全然あのお呼ばれしたいです。またね、これあの自分で作っていったりして呼ぶっていう感覚もありなんだけど、うん、逆にあの向こうがあのこういう我々みたいな90年代のアーティスト、まあ、今もリアルタイムだけれども、うん、と何かやる、リアルタイムだから何かできるんだからね、そういうところで、活動していくっていうのは楽しいよね。そうですね。であとコロナもあったから、うん、はい、なんていうんですかね、バンドさんもこうなんか入れたり入ったり入れたり入ってっていうのも昔はやってたかもしれないけど、うん、それができなくなってるのもあるじゃないですか、うんうん、例えば一緒にイベントやってても、うん、やっぱりこう一つのバンドでみんなを乗せるっていうやり方しか難しくなってる、はいはい、でそれも、うん、まあ今という時代なんだなっていう、うん、はい、感じはしますね。なるほどね、うん、でもオーケストラとか、はい、気持ちいいよね、やっぱね。気持ちいい。生で出していく音の中で自分の歌が歌えるって気持ちいいよね、はい、本当に。だから今度またビッグバンドとかも面白いかもね。ビッグバンド、ビッグバンドって、はい、あの
ジャズオーケストラみたいな感じのツンタンスタンタンスタンタンスタン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 みたいな、もっとなんかブラスセクションとかさ入ったようなが、ああいうのもなんかかっこいいような、シン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 みたいなさ、ああいうので瞳が歌ってるのもかっこいいような気がするよね。ぜひよろしくお願いします。いや、じゃあミリオンシンガー100万円獲得ということで、はい、どうすんの100万円。100万円、なんかまあ、うん、こういう時代なんで、はい、あまりこうわしゃわしゃはできないんですけど、うん、あのもう日頃お世話になってる、うん、まあ、関君を含めてエベックススタッフと高級焼肉行きたいねって言ってはいるんですよね。なるほど、はい。でもそんなこと言ってたら、うん、よしいっぱい食ってやろうぜとか言うから、じゃあもうそれだったらどっかの食べ放題にしますっていうふうにも言ってる。100万円は食えないからね、まあ、そのうちのもう 1割10万円食べると大変だよね、うん、ね。でもまあ高級焼肉どうだろう。どうだろう、ね、高級焼肉だとまあいっちゃうんじゃないですか。人見ると焼肉とか、はい、その肉とか今でもガンガンいける。ガンガンはいけないです。ガンガンはいけない。ガンガンはいけないです。いけます。いや、俺ね、あのクラブでよく地方行くと、はい、必ず用意されてる夜食とかお弁当が焼肉で、結構夜に食べるとね、次の朝きついんだよね。だから、あ、この間俺食べ行ったんだけど、うん、ラムとか、うん、ラムの美味しい店のお肉とかめっちゃいいよ。北海道？うん、あの麻布十番。あるんだよ。意外と身近に。身近なところで。そう、おすすめがあってさ。本当ですか。ラム匂いがちょっと全然ないんですか。びっくりする。その臭みもないし、牛よりもお腹にたまんないし、あと L カルニチン酸で中性脂肪を燃焼してくれるんだよ、ラムって。最高ですね。そうそう。最高。最高。じゃあそこにしようか。そうそうそう。ね、で、うん、あのすごくね、うん、あのワインとかも美味しいお店で、リーズナブルです。リーズナブル。リーズナブルだ、ね、です。はい。じゃあぜひちょっと後で教えていただいて。はい、一回行ってみてください。その100万円の夢 を、はい、を叶えてくれたミリオンシンガー、はい、今回もぜひともちょっとリクエスト、はい、いいですか。はい、もちろんです。100万円を決めた、はい、演歌、あ、演歌で、はい、はい、津軽海峡冬景色、はい、さあ歌っていただきましょう。これが瞳の真骨頂、津軽海峡冬景色ドゥダンス、カモン。上野初の夜行列車降りて